水前寺上主園内にある、細川忠都の像。細川忠都は、江戸時代前期の大名。武善国国倉藩二代藩主、肥後国熊本藩初代藩主。藩には、十四位下、左少将、細川忠興の三男で、母は、明智光秀の娘、玉子。幼名は、光千代。はじめ、長岡勢を称したが、慶長五年に、徳川家康の命で、 細川へ複製し、細川内記を名乗った。幼少時は病弱だったため、卵が、キリスト教の洗礼を受けさせたとも言われている。同母兄に、細川忠敬、細川沖昭。聖子だった長兄の忠敬が、慶長5年の関ヶ原の戦いの後に敗着されたために、江戸に、人質に出されて二大将軍、徳川秀忠の信頼を得ていた忠敬が、慶長9年に聖子となった。 時計の沖き,きは、翌年の慶長十年に、細川家を出本した。弟の家徳相続の決定に不満を持った、ためとされる。慶長十三年、小笠原秀政と徳姫の次女で、徳川秀忠の幼女の千代姫と縁組し、千代姫は、慶長十四年四月二十四日、無全国中津城に越し入れした。元那五年、長男三都氏が誕生。元那六年に、 父から家督を譲られて、小倉藩主となる。元那8年には、慶長12年に出本して、大阪城に入城し、大阪の人を大阪法として戦い、戦後浪人となっていた、米田正式を起参させ、後には過労にした。寛永9年、日後熊本藩の加藤忠宏が解役されたため、その後を受けて、小倉から熊本54万国に家造移法された。 忠だは、熊本藩の初代藩主となり、父、忠だは隠居所として、八代城に住んだ。官営14年の島原の乱にも参陣し、武功を挙げている。官営18年、父に先立って死去した。去年55、長男の三利氏が後を継いだ。墓所は、熊本県熊本市の妙海寺。父、忠だは、大阪夏の神後まで、長岡勢を称しており、 称号として、橋場生も名乗っていた。沖焼は帝発の後、慶の祖父、細川雄才を頼り、後大阪の陣で、豊臣市に組みして、大阪城に牢城し敗戦して逃走。慶長20年に自害。ありがとうございます。